やべ、これ山登りやん。うわー、やばい、やばい、これやばいよ。勝つ一つのために。いや、今ね、店内ダブったんですけど拒否してやりました。はい、ということで波乱の横浜稼働1日目の記録到着しました。こちら、普通にいい感じですね。はい、ということでおはようございます。ということで今日は横浜中華街を見に行きたいんで、あっちさあ、このまままっすぐだね。お、鳴った鳴った鳴った。あ、290円。いや、めっちゃ遠いな。どここれ。あ、桜木町。あ、これはちょうどいいじゃん。いいね、桜木町の先に中華街があるんだね。やべ、もうすでにめっちゃ土砂降り来てるわ。マジ最悪。あ、どうすか、これ一旦もうダメだ。あの、着よう、着てからにしよう。レインウェア着よう。ダメダメダメ。着るともうやみ始めるっていうね。ピーということで一発目やっとスタートです。あ、めっちゃ近い。近ければ近いほど染みついてるときはありがたい。ついてなくてもありがたい。これ戻る感じだね。あー、出たよ、これ横断歩道ないパターン。ないよね、こっち。こっちから行くしかないね。はい、シミ260円で譲りましたね。まあ近いんで、行っちゃいますか。おっと、なんか船と観覧車が見えますね。やっとなんか横浜っぽいとこ来たね。さあ、ということで次は建物名風堂で、本当の配達先が東京純道。トラック多すぎでしょ、無駄な。なんかショッピングモール的なところ、こっから見つけるまでがむずいんですけどね。あ、待った。オッケー、グッド、出発。おお、目的地にめっちゃ飛ばしてくれた。横浜中華街のど真ん中だな、ドロップ先。ラッキー。建物のちょっとピンズレしてるらしいですね。じゃあナビ開始。なんか毎回思うけど、カメラ斜め下向いてるよね。ほんと手こうやって やればめっちゃいいでしょ、角度。でもハンドル全然握れない。だからこうなっちゃうか。いや、ナビあると景色に集中できていいね。お、やっとめっちゃ横浜っぽい感じ。これはいけるかな。後ろ来てない。で、これまっすぐ。あ、でも直進のやつ見るのか。混ざってるやつ出てんだよな、ほら。直進と左折が。めっちゃ中華街っぽいとこ来ましたね。今ジュズってるね。あー、ちょっとめっちゃ後ろ下がるな。これは拒否しよう。拒否できる。やっぱ目的地近くなるとめっちゃジュズりますね。あ、近い近い近い。シミ200円、これは取るか。これ自転車行っちゃダメそうじゃない。なんかすごい、まあ、とりあえず足つきながら。あ、やっぱここすごい。おー、めっちゃ中華街。食べ歩きして食べ歩きして。いや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 、えぐ、なんじゃこれ。出たくねえ、出たくない。うーわうーわ、やば。うーわ、マジかよ。雨。あ、でもまあすぐやみそうだな。どうする、ちょっと待つか。申し訳ないけど5分ぐらい待つか。あー、やまない。5分も待ってないけども、お客さんにあれなんで、
出発します。これどうやって行く？こうだな、こう行って、これが見せ、あ、これここら辺 OK だな、ここら辺 OK だな、よし、これよかったな。いやー、中華街、完全なる中華街。いやー、すげえな、ここ。中華の店しかないじゃん、すごいね。なんでこうなってんの？あ、止んできた、よかった、すげえ。めっちゃすごい。よいしょ。あ、なんか晴れてきたな。このままもうずっと晴れててくれ。配達だと。あ、めっちゃ遠い。うわ、めっちゃ遠い。黄金町に行きますね、これ。なんだ、黄金町。よし、ナビ開始。ゆったりナビで行きましょう。よいしょ。あ、いいね、晴れてきた。行け。すごい、すごい、すごい。はい、うわー、食べ歩きということで、これから黄金町に行きます。ハードルめっちゃ上がってると思う、黄金町。おー、びっくりした、ずっとびっくりした。ただやっぱ雨の中長時間稼働した後の、風呂は最高なんだよね。それだけのためにやってます。いやー、めっちゃ晴れてる、いいね。いや、別にこれは東京でも味わえるから、この感じは。別に横浜に来てまでわざわざこの感じ味わわなくていいんだよ。ジュズってるね、ジュズってる。ああ、撮ろう。350円ついてます。今完全に黄金町なんですけど、全然黄金町じゃないです。どこが黄金町なの？全然黄金町じゃねえ。ということで、数珠り先のお店向かいます。ピー、よし、配達スタート。あー、また黄金町のより先に戻されました。ここら辺ね、一通が多いんだよね、めちゃくちゃ。しかも自転車除くじゃない、完全なる一通。ここもそうなんだけど、今ピック来るとき1ブロックだけ気づかずに、ここ普通に左側こう通ってきたって、危なかったわ。めっちゃ行っちゃうでしょ、これ。自転車すら行っちゃうんだからね。まあでも今みたいに普通に行っちゃうよね。自転車もダメなんて普通おかしいからね。ただの多分書き忘れでしょう。いや、っていうかシミがめっちゃいいな、やっぱシミ。横浜ほとんどずっと染みついてるからね。で、しかも、料金形態は東京とほとんど変わんないと思うんで、普通に横浜稼働めっちゃいいぞ。まあでも2日連続こんな土砂降りだったからっていうだけかもしんないけど、だってもう1軒700円余裕で行くから、東京だったら染みついてても700円なんてほとんど行かないけど、どんだけゆっくり走ってんのこいつ。ここ時速何キロ？ 20 キロぐらいかな。ね、これね、まあでも多分このスピードなんだろうね、この制限速度が。 P とかなんか煽ってきてるけど、後ろのやつ。ああ、ジュズったぞ。 あ、また戻る。もう350円、8分だからまあまあ戻るけど、350円だからいいだろう。てか今ぐらいから始めればよかったのか。無駄に濡れた感じあるな。まあ、いろんなとこ回れたからいいか。いや、めっちゃポケモン GO のジムになってそうなところ見つけた。はい、グッとグッとグッとストップ。おー、おー、やばい。なんかやばいぞ。山じゃなければいいけど。やべ、もう絶対山でしょ、あれ。やだー。山じゃん、絶対。まあ、まだ大丈夫だよ。お、ああ、なんかなんか、緩やかだ。あー、でもちょっとやばいね。だるい坂だな。あー、やばい、ふくらはぎがピキって言ってる。あー、こっからもういいでしょ。あー、いや、下るんだったら登らせんじゃねえよ、地球クソが。下るんだわ、どうせ。ほら、行け、ゴーゴーゴー、行きましょー。あれ、これこっからたどり着けないか。どうやって行くんだこれ。あ、ここか。これだ、これ登っていく感じだ多分。
はい、ということで、現在3766円なので、うわすげえ、締めに400円ついてるよ。残り919円です。あと2件ですかね。ということで、麓に降りていきますか。ここ降りていかなくちゃいけないんだろうな、これ。あ、下りもきつい。あー、きつ。どんなとこから頼んでんだよ、だから。絶対チップあげるけどね、俺だったら。めっちゃ配達員の時間無駄にさせる。ま、それも全て割に合わないと思わせるようなウーバーの料金システムが一番ダメなんですけどね。ということで、全て悪いのはウーバーです。あー、それで終わった。あー、染み400円ついてる。これ行こう。7分だけど、横浜駅からなりましたね。お、吉野家。いや、やっと着いた。長旅だったぜ。ピー、配達どうだろう。スタート。おう、近めです。さあ、だんだんとラストランが近づいてきましたね。お、すぐなった。三田製麺、めっちゃ飛ばされそうだな。行っちゃおう。はい、ということで、横浜角ラストラン、グッドスタート。港未来戻された。館内ドロップだったら最後食べ歩きかしようと思ったけど、めんどくさいな、戻ってくるかな。ということで、なぜか昨日と同じく終わりはなんとかタワー、めっちゃタワーマン陰性もらって、ということでグッド完了。よし。うわ、めっちゃ染みついてるじゃん。400円。うわ、雨の中絶対やる必要なかったな、これ。今回のウーバーイーツ全国制覇の道、地方神奈川編、横浜、成果目標の宿泊費11,400円でしたが、昨日と今日の合計金額は12,109円ということで、神奈川県制覇。これで神奈川県全体的に制覇だからね。東京編がもう区切りすぎたっていうのもありますけど、こういう感じでどんどん地方も制覇していきたいと思います。以上、神奈川県横浜編でした。飲み行こう。全く取れてなかったからさ、俺もデザートは食う。米を食べたいね。